県内ではきょう新たに2747人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。感染者の数は減少傾向ですが、19人の死亡が確認され、死者数は依然多いままです。感染者を地域別で見ますと、浜松市で596人、静岡市で536人、その他の市や町で1615人となっています。死者数は19人と依然多いままです。1日あたりの感染者は先週の木曜日より2008人減り、8日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。病床使用率は県全体で 72.8%、 最も高い中部は 82.0% となっています。また4回目のワクチン接種率は 46.54% です。